どうも、ウヒケンです。本日は定休日、今ベランダのお片付けをちょっとしてるんだけど、配置替えをしてるんですよ。ちょっとね、山芋が多すぎてつるがすごくなるので、毎年向こう方に全部山芋をちょっと乗っけて、向こうに乗ってたやつ今こっちへ、移動してる最中なんだけど、これも山芋の鉢植えね。あ、こっちは安納芋で、これとこれが山芋ね。こうこれ全部そうなんですけど、ちょっと困ったことに、鉢植えの下からね、お芋ちゃんがこう出てきちゃうんですね。なので、これもね、本当はビワのやつなんだけど、ここにつるがあるでしょう。多分ポロって落ちて、それがこんな風になっちゃったらね、こうでちょっとこれほじくり返して、山芋ちゃんだけを摘出して、他の鉢植えまた移します。まあ毎年やるんですけどね、ちょっとやっとこう。今ね、引っ張り出しました。ここにもう山芋ができてる。どうしてもそこの方にね、こういう風にいっちゃうんだよね。もう取れねえかな、こうなっちゃうと。ちょっと適当、これがそこから出てたやつ。さすがに無傷は無理だったな。しっかり山芋ができてます。これ残ってるとまたこっから芽出てくるからね。よし、なんとか摘出して、よっはい、無事、山芋さんを全部撤去しました。今からちょっと洗ってみますけど、これでこれはビワだけになった。よし、はい、こんだけ山芋ちゃんなってましたね。まあ、これ食べれるんですけど、これはダメだな、もうここだけ切っちゃったから。で、これを植えとくとまた伸びるんですよ。よし、ね、まあまだちょっとね、食べませんけどね。これを他の鉢植えに今度移します。で、あそこも、あの鉢もそこから出ちゃってるので、あれも一回ひっくり返します。ひっくり返しました。これだけ取れましたね、でかい。よし、これを後でね、埋めます。大きさ順で。ちょっとこっちを元に、これもそうか、これもそうだな、これ。もうちょっと、これもそうか。ちょっとほじくって全部撤去して戻します。まあまあ出てきましたね。とりあえずここに、またこいつらを植えていきます。さて、大物2つ、あ、さっきのやつはここです。どっちかもう忘れちゃったんだけど、多分向こう、こっちかな、どっちかが長芋、で、どっちかがこういう普通の山芋。こうじくり返してみりゃ分かんないけどね。もうちょっとこのネギはもういいな、いらん。よし、はい、山芋を全部並べました。一番端はレモンだけど、よし、だいぶ片付いたよ。ちょっと向こうに置ききれないので、この2つですね、この2つ、これとこれも山芋ちゃん。こっちは全部枝みたいな、まだ途中のやつを全部放り込んだ。これ多分土かぶしたきゃまたね、出てくるけど。よし、来年の夏はここに緑のカーテンを作るんだ。